皆さん、こんにちは、こんばんは、都市じいじです。狩猟期間が始まった2023年11月21日です。狩猟免許を取得し、狩猟者登録をした、じいじが、初めて野生のニホンジカを捕まえたので、トレイルカメラで観察しましょう。箱罠ってどんな罠ですか？箱罠は野生動物を捕獲するために使用される伝統的な罠の一種なんじゃ。箱罠は通常木や金属で作られた箱状の構造物で、内部には動物が入ると扉が閉じられる仕組みが備わっているんじゃ。一度閉じられると動物は出られなくなるんじゃ。箱罠を設置し、鹿やイノシシを捕獲するためには狩猟免許、罠猟の資格がある狩猟者が狩猟許可、有害鳥獣駆除の許可を得る必要があるんじゃ。狩猟者は箱罠を使って野生動物を捕獲し、食用や毛皮などの資源を得ることができるんじゃ。これは伝統的な狩猟の手法の一部なんじゃ。害獣管理、農地や農作物を守るため害獣が捕獲されることがあるんじゃ。害獣は家畜や農作物に被害を与えるため、地域の農家や自治体は害獣を捕獲するために箱罠を利用することがあるんじゃ。箱罠や囲い罠、くくり罠を使う場合は罠猟免許が必要になります。都道府県が実施する狩猟免許試験に合格することによって狩猟免許を取得することができます。有効期間は3年間です。狩猟免許を取得したらすぐに猟ができるわけではなく、都道府県に狩猟者登録を申請し認可されて初めて猟を開始することができます。無免許、無資格の狩猟捕獲は違法です。違反した場合の罰則は重いです。1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
各罠に鹿が入りました。親子で来てたうちの子供の方の鹿が入りましたね。ねえ、カメラが倒れちゃってるね。ねえ、ああ暴れ、はい、後でね、君後でね、出られへん。仕掛け方がまずいだね。場所がまずいのか、まあ下手くそなんやけど、これが下手くそなんやけど、ここから、気配がないやな、下手くそなんや。ここは柔らかいけど、柔らかいということはここ水がこうしたら取り替えてまうことやな。それはまずいよな。あと一つ入ってまへんな。今日の有害鳥獣駆除動画はここまでじゃ。次回も新しい動画をアップするつもりです。チャンネルを登録して、新しい動画がアップロードされた際にはお知らせを受け取れるようにしてくれると、ニジは嬉しいのでよろしくお願いするのじゃ。ありがとうございました。